桜井高校の川口遥です。前回は高校の生活環境科を紹介。今日は生活環境科ならではのスゴ技を披露。こちらは今までの先輩方が作られた作品です。こちらは富山県をイメージした作品、こちらは比べ川をイメージした作品です。私も先輩方のような作品を作ってみたいです。では皆さんの出来を見てみましょう。先生、皆さんの出来どうですか？はい、満点です。イエーイ。生活環境科のパワーの源は？あったかいご飯です。以上、桜井高校生活環境科のハイスクールチェーン。